第7代アシュバートン男爵ジョン・フランシス・ハーコート、ベアリングは、イギリスの銀行家、実業家、貴族、政治家、ベアリングス銀行や BP の社長を務めた。1928年11月2日、第6代アシュバートン男爵アレクサンダー・ベアリングと、その妻、ドリース・メアリーの間の長男として誕生。イートン校を経て、オックスフォード大学トリニティ・カレッジへ進学。 1964年から1977年まで、トランォードパークエステーテスの取締役、1964年から1982年まで、ロイヤルインシュランスの取締役、1967年から1979年まで、パイホールディングスの取締役を務めた。 1974年から1989年まで、ベアリングや一族経営のベアリングス銀行の社長を務めた。また、1981年から1984年にかけては、ダンロップホールディングスの取締役を務める。1982年から1992年にかけては、BP の取締役、さらに1992年から1995年に、 かけては BP 社長を務めた。マーガレット・サッチャー首相とは親しい友人であった。1983年から1991年にかけてはイングランド銀行理事を務めた。1991年6月12日に父の死去により第7代アシュバートン男爵位を継承し、貴族院議員に弟子、1999年11月11日の 貴族院改革まで務めた。1994年4月23日に女王エリザベス2世よりガーター騎士団ナイトに助せられる。1991年6月12日に以下の爵位を継承した。ありがとうございます。